街中に着いたけど、二人を温められるだけのお湯なんてどこに行けば手に入るんだ。大きな浴場でもあれば話は早いんだけど、とにかく町の人に聞いてみましょう。おう、待ってろよルフィ、ロビン、俺が絶対に二人を治してやるからな。お湯はこっちでいいの？そうね、違うかも。他の道を探しましょう。みんな、上を見て。あそこの煙突、蒸気が出ているわ。確かにここにはお湯があるんだが、すまんが、所有者の許可なく通すことはできんのだ。お願い、仲間を助けるためにたくさんのお湯が必要なの。無理を言うな。まあ、俺の工場の前で何の騒ぎだ。アイスバーグさん。知らねえ顔だな。俺に何か用か。心音も脈拍も正常だし、とりあえずは大丈夫だな。チョッパー、ロビンちゃんは？僕のベッドで休んでる。体力の消耗が激しいけど大丈夫だ。助かったわ、アイスバーグさん、ありがとう。いや、構わねえよ。それよりお前ら、フランキーのアジトを探してると言ったな。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。急を据えてやってくれ。ルフィ、まだ無理しちゃダメだ。アイスのおっさんに肉食わせてもらったからもう大丈夫だ。それよりフランキー一家のアジトは地下水路の先だって話だが、前に行った時は海岸の方になかったか？そういや、みんなと言ったな。あのふざけた形の家のことだろ。ここはメモリアよ。その辺は実際と違ってるんじゃない？それにアジトがもう一つあるって聞いたような気もするし。
とにかく地下水路に行きましょう。ウソップは前も連中にひどい目に遭わされてるし心配だわ。ねえ、あんなにカチコチだったのに本当に大丈夫なの？おう、触ってみるか。ちゃんと伸びるぞ。別にいい。お、腕が鳴るな。さあ食え。備えるぞ。たまには奮発しておかないとね。あるじゃねえか。腕が鳴るな。さあ食え。フランキー一家だ。誰だてめえらは。
ここはフランキー一家の縄張りだ。命が惜しけりゃすぐに消えな。お、こいつ麦わらのルフィだ。賑やかな奴らだ。勝手に騒いでやがる。お前ら邪魔だ。そこをどけ。ふざけるな。何わらだろうが関係ねえ。みんなでやっちまえ。なんてねえぞ。どけ。なめんじゃねえ。それ。危機急騰流。よし、一部。最悪。やっと俺の出番か。ゴムゴムのピストル。毒だ。死ぬ。なんだか、その程度だ。そこをどけ。おっしゃ。いちちちちち。目の前がかすむ。足もフラフラ。これで元気になるぞ。助かった。なんだか気持ちが悪い。ディアブルジャンブフランバージュシャット。やりやがったな。その程度だ。きっちり肩をつけるとするが。邪魔で。やば。くらえ。目の前がかす。すごいな。くそ。マナーがなってねえよ。くそ。効かねえな。切り方そこを抜け。いってー。次はどいつだ。邪魔だ。全員ぶっ飛ばして。くそー、お前らなんかアジトで兄貴にぶっ飛ばされちまえ。だがそのアジトにも行かせんぞ。おい、バルブを開いて水の壁を張っとけ。わかった、任せとけ。じゃあな、バカ野郎ども。あいつら、バラバラに逃げていきやがった。それに、水の壁ってなんだ。なんでもいい。フランキーのところに行って、ウソップとメリーを取り返すぞ。商売しているなんて。
の音がする。運んでくれてありがとな。ねえ、どこまで降りるの？下に着くまでだ。怖いわね。それになんだか変な匂い。あんまり長居はしたくない場所ね。フランキーのやつは本当にこんなところにいるのか？いてもおかしくはねえな。あるな。行くぞ。よし。この水じゃ進めねえな。覚悟しろ。邪魔だ。みんな先に俺が相手だ。これで元気になるぞ。おう、おう、俺たちの邪魔すんじゃねえ。マナーがなってねえぞ。あ、こざい。俺は俺見逃しちゃダメよ。ちょっとワクワクしてきたぞ。ゴムゴムのガソリンだ。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。不衛生な上に食えそま。お、さっき逃げたやつだ。
これは扉？面白い仕掛けだな。かかってきやがる。俺が相手だ。まとめて下ろしてやるか。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。死ぬ。キリがそっちか。みんな決闘。調子がいいぞ。おい、あ。レディーには指一本触れさせぬ。なめんじゃねえ。粋なことするじゃん。俺たちの邪魔はさせねえ。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムの授業にはちょうどいいな。私が必要ってことね。こんな。ちょっとやばいかもな。ナミさん。おりゃ。よし。やるぞ。さあやるわよ。サンダーランス旋風。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。やっと俺の出番か。三刀流王三千世界。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。足手まといにはならねえ。行くぞ。あんたたち、俺の番。次はどいつだ。邪魔だ。そこをどけ。
行くぞ。よし。また水位が下がったぞ。いちいち面倒ね。もう終わりだといいんだけど。私だってやるときはやるんだから。やるか。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブ、トルミエールアッシュ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。甘く見てると後悔するわよ。任せて。舐めないよね。俺たちの待ってろ。そのまま倒れてろ。俺だって嫌。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。レディーが待ってろ。なめんじゃねえ。待ちなさい。こんな俺の多彩な変化、行くぞ。くらえ。ああ、クソジジイの。行くぞ。よし。これが終わったらスイーツを作るからね。パーティーテーブルキックコーン。やるか。ゴムゴムのガトリング。左を見て。通路を何か大きいのが塞いでいるわ。すげえな。扉が開いたぞ。スイッチの他にもこんなものまであるのか。手が込んでるわね。
ナミさん、宝箱だ。報告ご苦労さ。よし、かかってこい。気をつけて。ナミス。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。天候の科学、とくとご覧あれ。どれどれ、いただき。俺の仲間に手出すな。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカ。おう、俺に任せろ。これで元気になるぞ。ありがとう。のはやばな。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。行くぞ。ゴムゴムのジェットバズーカ。俺に任せろ。マナーがなってねえの。行くぞ。俺、ああ、この力が、あたし怪物。行くぞ。よし。行くぞ。よし。なんだてめえら。フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがったわ。そうか、てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴、やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。いきなりやる気満々じゃねえか。いいだろう、相手してやる。俺はこの島一のスーパーな男。そうだ、俺は人呼んでワーオ、フランキー。 おめえら全員覚悟しやがれ。おい、お前おろしちまうぞ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。やるな。効かねえな。ぶっ飛ばしてやる。
ギアセカンドゴムゴムのジェットバザーカー、やっとシシシやったな。ちょっとこっちによこさないでよ。どんとこよ、相手してやる。一人10万よ。シーアウパンチ。やっこれだ。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう。お？たまんねえな。一人10万よ。シーアウパンチ。うわ、負けられねえ。クードバン！ディアブルジャンブ！プルミエールアッシュ！効かねえな。ゴムゴムのジェットバズーカー、そーシッシッシッ、どうってことはねえ。誰か早く止血を。トーンアームポイント。やるな。効かねえな。ディアブルジャンブプルミエールアッカー、その程度だ。こいつ強えな。ゴムゴムのジェットウィン。くそクードバン。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランテンポ。やるな。これだ。医者、医者を呼んでくれ。これで元気になるぞ。うわこいつ強えな。ゴムゴムのジェットウィン。どうもねえな。一人10万よ。シーアウパンチ。やるな。効かねえな。なめんじゃねえ。効かねえな。ダメだ。こいつそこだ。マナーがなってねえよ。こっちのフラ牛マリモのやつ。待て、お前ら。ウソップ。そうか、おめえらがこのお兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな。話は聞かせて。何、どうしたの。いや何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を落として守ってきたなんてな。チキショー、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した。あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前は鳩のやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったら
アイスバーグんとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーダの一大工が偉そうに。急にどういうこった。そして言ってる意味もわからねえな。待てよ、鳩のやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。うん、この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義六式。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー乱却。めちゃめちゃ効いたぞ。なんで私なのよ。一人十万よ。シアウパンチ。これからだ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。やりやがったな。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。俺が行く。気を抜けんな。俺がやる。ディアブルジャンブフランバージュシャット。やりやがったな。ゴムゴムのジェットバズーカ。残らず地獄に送ってやる。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランステンポ。俺だって強くなったんだ。こんなやこれで元気になるぞ。気を抜けんな。たまらんな。やっと俺の出番か。三刀流王三千世界。やりやがったな。その程度だよ。俺の番だな。おら、どうした。その程度だよ。怖くない。くそ。乱却。俺は諦めねえぞ。その程度だ。ウルトラジェル。やりやがったな。ゴムゴムのジェットバズーカ。ふん、効かねえよ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。気を抜けんな。その程度だ。やっと俺の出番か。もうダメか。ウトレッキャリー。体。いちちちちち。おや。
いけるか。残らず地獄に送ってやる。よし、刀の旅にしてやる。今行く。まだがなってねえの。ビビってなんかいねえぞ。乱客。ちょっとやばいかもな。ぶっ飛ばしてやる。よし、行くぞ。そこをどけ。大丈夫、これでみんな直せる。 おい、お前まだがなってねえの。乱客。ちょっとやばいかもな。いけるか。きっちり食ってやまれ。なんだと。俺の方、この力があれば。アタカイブ。なるほど、ただのチンピラではないようだ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。お前何してんだ。違う。ルフィ。行くぞ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします。さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。ルフィ、大変だ。ウソップがいない。連れて行かれたんだ。ハトのやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ、お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。エニエスロビーか。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。みんな急いで町に戻りましょう。あいつらが町を出る前に追いつけるならそれに越したことはないんだから。宝箱。